ジャベール・マギーは、ミシガン州フリント出身のバスケットボール選手。NBA のフェニックス・サンズに所属している。ポジションはセンター。1985年の NBA ドラフト2巡目で、ポートランドトレール・ブレイザーズから指名された、ジョージ・モンゴメリー。1984年の、ロサンゼルスオリンピック金、メダリスト、ワンバロスターで、ロサンゼルス・スパークス。 サクラメントモナークスでプレーしたパメラマギーの息子として、1988年にミシガン州フリントで生まれた。ミシガン州の高校2校に通った後、イリノイ州シカゴの高校に転校した。NBA のゴールデンステートウォリアーズでプレーしたことの、あるソニー・パーカーの下でトレーニングを積み、2005年11月、翌年ネバダ大学リノ校に進学にすることが決まった。 ネバダ大学で2シーズンプレーした後、2008年の NBA ドラフトへのアーリーエントリーを決断した。2年次には平均14.3得点、7.3リバウンド、シュート成功率53%、3P シュート成功率33%で、ウェスタンアスレティックカンファレンストップの2.8、ブロックショットや豪快なダンクショットで知られた。 2008年にはシントン・ウィザーズから一巡目18位で指名され、同年7月9日、ウィザーズと2年240万ドルの契約を結んだ。2010年1月9日、ギルバート・アリーナスの卑劣な行為に同調する行為を行ったとして、チームメイトのアンドレイ・ブラッチェ、ランディ・ホイ、ニック・ヤングと共に1万ドルの罰金を科された。2011年1月6日、 その年の NBA オールスタースラムダンクコンテストへの出場が決まった。ウィザーズからの出場はマギーが初めてであった。コンテストで彼は一度のジャンプで3つのボールをダンクするという離れ技を演じて、ブレイクグリフィンに次いで2位となった。3月15日のシカゴブルズ戦では11得点、12リバウンド、12ブロックを挙げて、初のトリプルダブルを達成した。 1>, 1試合で12ブロックショットを NBA 選手が挙げたのは2001年3月23日にトロントラプターズのキオン・クラークが挙げて以来の快挙であった。しかし19点差で敗れたこの試合の残り18秒7に2桁得点を達成、リムにぶら下がりテクニカルファウルを受けたマギーについて解説のケビン・マクヘールはひどいトリプルダブルだとコメントした。 2011年3月に起きた東日本大震災に対して、ラマーカス・オレドリッジ、マーク・ガソル、パウ・ガソル、ある方法ド、デリック・ローズ、ラッセル・ウェストブルックと共に3月25日から27日に上げたい得点につき1000ドルを義援金として寄付した。NBA のロックアウト中、フィリピンを訪れ、エキシビションゲームに出場したり、バスケットボールクリニックを行った。 2012年3月15日にロニートリアフと共にネネートの交換でデンバーナゲッツに移籍した。ウィザーズではこの年41試合中40試合に先発し平均27.6分出場していたマギーは20試合中5試合の先発にとどまり平均20.6分の出場と出場時間を減らした。3月21日のナゲッツでのデビュー戦では残り5秒に アーロン・アフラロが失敗したフリースローをダンクで押し込み決勝点を挙げた。この年のゲッツはウェスタンカンファレンス6位でシーズンを終え、マギーは初めてプレーオフに出場した。1回戦のロサンゼルス・レイカーズとの第5戦では21得点を挙げて3点差の勝利に貢献したが、第7戦では7本中1本のシュートしか決められず2得点に終わった。 シーズン終了後、制限付きフリーエージェントとなったマギーは、7月12日に4年4400万ドルで、ナゲッツと契約を結んだ。2015年2月19日、複数のチームが絡んだ大型トレードで、フィラデルフィアセブンティシクサーズに移籍したが、3月1日に、バイアウトで合意し、フリーエージェントとなった。8月13日、ダラス・マーベリックスと契約。 シーズン終了後の2016年7月8日に解雇された。7月29日、ゴールデンステートウォリアーズとトレーニングキャンプ契約を交わし、10月19日に正式に契約した。2016から17シーズンは主に控えセンターとして77試合に出場。フィールドゴール成功率において、チームトップかつ自身のキャリアハイとなる65.2%を、 記録した。出場時間はキャリアワーストの平均9.6分にとどまったものの平均6.1得点3.2リバウンドの成績を残し短時間で得点やブロックを量産しゲームの流れを幾度となく解消に貢献。そして同シーズンに念願の NBA チャンピオンを経験した。2017年7月27日、ウォリアーズと再契約で合意した。 2017から18シーズンは65試合に出場。平均4.8得点、2.6リバウンドと成績を落としたものの2年連続の NBA チャンピオンとなった。2018年7月10日、ロサンゼルスレイカーズと契約した。2018から19シーズンはウォリアーズ時代より出場機会が大きく増え75試合に出場。 平均22.3分プレイした。レブロン・ジェームズらのアシストを受けて、ダンクを量産し、キャリアハイのシーズン平均12.0得点を挙げた。ありがとうございます。